はい、皆さんこんにちは、あずまです。 AI と遊ぼう、エアーズラボ始めていきます。今東京は雨が降っています。そのため収録中に雨の音が入ってしまうかもしれませんが、その点はご容赦ください。今回のテーマですが、楽しくプログラミングを続けるためのコツです。以前にプログラミングの上達のためのお話ししましたね。プログラミングの学習中に罠にはまってしまうと、プログラミング自体が苦痛となりトラウマとなってしまい、結局学習をやめてしまうというパターンがありました。それを回避するためのコツについて述べましたね。今回ですけど、楽しくプログラミングを続けるためにというコツで、プログラミングを楽しみながら親しむためのコツについてお話ししていきたいと思います。私自身これまでリアルな教室で1000人以上、ユーデミーの方で5万人以上指導してきたんですね。その中で私自身が学んだプログラミングを楽しむためのコツについて、今回はお話ししていきます。まず最初のコツですけど、五感と感情で感じてみるということですね。プログラミングは論理の、純粋な論理の世界と考える方も多いかもしれません。しかしながら、プログラミングの学習を視覚と左脳に頼りすぎるのは少々つまらないかなと私は思っています。ロジックだけではなくて、例えばサウンドであるとかアニメーションであるとか、あるいはユーザーとのやり取り、ユーザーインターフェースなどのコードも書いてみる方が楽しいかと思います。開発者にとっても聴覚や触覚、好奇心であるとか、あるいは心地よさなどの刺激を受けることは大事なことかと思っています。これらを感じることでプログラミングの学習をより多次元的に様々な方向から捉えることができるようになって、狭い思考領域から抜け出すきっかけになるのではないかと思っています。また書いたコードの動作を他人に感じてもらうことで、開発者自身にも様々な感情が湧き起こります。プログラミングの世界は純粋なロジックの世界、モノクロームの世界になりがちなんですけど、より豊かなカラフルな世界になるように意識していくのがプログラミングを楽しむための一つのコツかと思っています。もう一つのコツはプロダクトをリリースすることですね。プログラミングを学ぶための当面の目標としてプロダクトのリリースというのは適しているかなと思っています。その理由ですけど、いくつか述べていきますね。まずは必要な要素から優先順位をつけて学習できるということなんですね。プログラミング学習といっても学ぶことは膨大にあって、どこから学んでいいか分からないかもしれません。そのような際に、作る目的があると、何を作ればいいというプロダクトの目的があると、優先順位がつきやすいということがあるかなと思います。もう一つは収益化がインセンティブになるということですね。プロダクトをリリースして課金の仕組みを作れば収益化を行うことも可能なんですね。収益がどんどん得られていくっていう楽しみが、このプロダクトをリリースするためのプログラミングを学ぶための大きなモチベーションになるかなと思います。あとはユーザーからの反響が得られるということですね。プロダクトをリリースして公開すれば、ユーザーからの反響が得られて、それがまた開発するための励みになるといういいフィードバックが、いいループが生まれるかなと思います。あとは企画やデザイン、プロモーションなどのコーディング以外の要素が学習できるという点ですね。プロダクトをリリースするためにはプログラミングだけ学べばいいというわけではないんですね。その周辺の企画やデザイン、プロモーションなども必要になります。そのような要素もまとめて学習できますので、プログラミングをより多面的に学習できることになります。ただこのプロダクトをリリースするという目標には注意点があります。何かと言いますと、最初から大きすぎる目標を設定してしまうと挫折の原因になりかねないということなんですね。なので適切な規模の目標を設定するように心がけましょう。最初はなるべく小さいプロダクトからリリースするようにしていきましょうね。そしてもう一つのコツは教養を身につけるということなんですね。教養とプログラミング学習、これは一見遠回りに見えますよね。だけど個人的にはとても大事なことかと思っています。プログラミングの技術自体はツールにしか過ぎないんですね。この強力なツールにはどのような意味があって、どのように使うべきか、
それを考えるためにはベースとなる教養が必要になるかと思っています。教養を伴わないと目の前のタスクを受動的にこなすのみになってしまいがちなんですね。もちろんその技術自体が楽しければいいという考え方もそれはそれでありです。人生の中でそういう時期があってもいいかと私は思っています。しかしながらより深くて、持続性の高いモチベーションを得るためには、教養がとても大事かなと思っています。そのような意味で、教養を身につけられるような本を今後の、配信の方で少しずつ紹介していけたらと思っています。私自身、教養としての本をこの前出版しました。新しい脳科学と人工知能の教科書という本ですね。この本では数式とコードは最小限にしてあります。ぜひプログラマーの方にも読んでほしい、教養の本となっておりますので、興味ある方はぜひ目を通していただければ嬉しく思います。ともかく数百万年の人類の歴史の中でプログラミングという行為はせいぜい数十年の歴史しか持たないんですね。それが人類の歴史の中でどのような意味を持つのか、ぜひ様々な本を読みながら考えてみても面白いかなと思っています。そして近年特に注目すべきは人工知能ですね。人工知能に関する教養としての知識は大事かなと思います。人工知能の登場によりプログラマーはコンピューターの中に知性を作ることができるようになりつつあります。その知性の価値と、それが人類や宇宙の未来をどう変えていくのか、ぜひ考えられるようになっていただければと思っています。そしてもう一つのコツですね。それは人に教えてみることです。よく言われることなのですけど、人に教えるということは、自分にとって最高の教育なんですね。人に教えてみることには具体的に次のようなメリットがあります。まずは人に伝える過程で学習内容が頭の中で整理されるということです。そしてもう一つは質問に答えることで、自分が正確に理解できているかどうかのチェックができるということなんですね。そしてもう一つのメリットは、繰り返し同じ内容を教えることで、自身のコーディング速度が向上するということなんですね。反復練習を繰り返すことでコーディング速度が上がっていきます。あと教えた人からの感謝、それがモチベーションになるということもありますね。そして、知識の欠落がなくなるようにいい意味でのプレッシャーがかかるという点もあるかなと思います。このように人に教えてみることには様々なメリットがあるんですね。1対1で教えてもいいですし、発表などを通して一対多で教えてもいいかもしれません。ともかく学習した内容を自分の中だけで完結させるのはもったいないので、人に教える機会があれば逃さないようにしてみましょう。私自身ユーデミの方で何万人に教えてますけど、非常に私自身の勉強になります。ユーデミのコースを出すということは非常に講師自身にとっても勉強になりますので、興味ある方はユーデミのコースを出してみてもいいかもしれませんね。はい、では最後のコツです。最後のコツは他の学習者と交流してみるということですね。勉強会などに参加し、他のプログラミング学習者と交流してみるというのも、楽しむための一つのポイントかなと思います。学習内容をシェアするいい機会でもありますし、一人でプログラミングをしている時には得られない様々な刺激を受けることができます。そのような場での出会いが新しい発想につながる場合も多いですし、具体的な仕事につながる場合も多いんですね。私自身も、今後、今はちょっとコロナ禍ですけど、それが明けたら、リアルな勉強会なども、開催できたと思っています。ともかく習熟度や分野の垣根を越えて、さまざまなエンジニアからの刺激を受けるということは、とても楽しいですし、勉強になるかなと思います。ここまでプログラミングを楽しみながら上達するためのコツをいくつか紹介しましたね。最初のコツは五感と感情で感じてみるということでした。次のコツはプロダクトをリリースすること。
3つ目のコツは教養を身につけるということでした。そして4つ目のコツですが、人に教えてみること。最後のコツは他の学習者と交流してみるということでした。皆さんいかがですか？やってみたくなりましたでしょうか？プログラミングというのは、コンピューターと向き合った孤独な作業なんですね。ただちょっとした、能動的な行動を起こすことで、プログラミングを起点とした世界が、広がっていくようになるかと思います。内面を磨きつつ、なおかつ外部と積極的にコンタクトする、そのようなことはプログラミングに限らず、さまざまな分野に共通する上達の法則かなと思っています。今回のお話は以上になります。お話を面白いと思った方は、 YouTube で見ている方は高評価やチャンネル登録を、スタンド FM で聞いている方はいいねやフォローの方をぜひよろしくお願いします。またご感想ご質問のある方はコメントの方をぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。